おはようございます。こちらは天草某所、本日はご近所釣り師のリンダさんの船で釣りを楽しみたいと思います。ヤマハの19フィット、これなんていう船でしたっけ？W19 という和船にてですね、出航いたします。まあ、このサイズの釣り船がどんな感じかっていうサイズ感をですね、皆様で味わっていただければと思うわけです。乗船します。割とね、3人までは釣りができるサイズです。ヤマハのホースト30馬力です。船長、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。船長リンダさん、これで最大船速は15ノットでしたっけ？17ぐらい、15出ればもう十分ですからね。17出ると19フィートに30馬力です。センターっちゃセンターですよね、これコンソールは。ただ横になんかウォークスルーではない、左側のにウォークスルーというちょっとアシンメトリーな設計の船になってます。最近もうリンダさんの船ばっかりです。魚釣りに行くときはもうお世話になってます。ということでね、前方にもねストレージがあって、ここもね物入れが、失礼いたします。わ、なんかかっこいいですね、その島野の上下。あ、カッパなんですかそれ？カッパだから。ウィンドブレーカーって感じですね。あ、この辺はベタなぎで湖のようですね。綺麗です。30馬力早いな。18ノット出てますな。前方に見えますのは島原雲仙普賢岳でございます。はい、上げます。はい、ロンブラ高校の中、朝飯をいただきます。めちゃくちゃ可愛い、ちょっと変わりだね。桃サイダー、あ、懐かしい味がする。なんかこれ美味しい。リンダ君に狙い通りのイカが来たそうです。なかなか格闘しようですね。ですです。来たよ、大丈夫よ、自分でいける。やった、コウイカゲット。うわぁ、ちょやばい、ちょっと、退避。ナイスイカちゃんを狙っていきたいと思います。苦手。船団の付近に来てますが、何か釣れてるという気配はありません。これだな、自分で手作りした仕掛け。重りでこんな曲がることないよね。でも太刀魚、お、来たっすか。来ました。出てイカの当たりってどんな当たりなんですか？なんか重くなる感じ。あ、ギュンと。おめざいます。いいイカ上がりました。なんか重い、これちょっと重りとは違うっぽい。でもなんか石サンゴが釣れた。サンゴ、これなんかキノコっぽい。ああ割れた。これ美味しそう。リンダさんには本命。あ、大丈夫ですか？
これで救おうかなと思って。あ1本だった。危ない危ない、いけるいけるいけた、釣れた釣れた、うわーうわー、大潮吹き、炭吹き、うわもう生けすも真っ暗だ。中陣、おー B サイズ、ちょうどいいサイズ。ちょっと頑張ろう頑張ろう、負けじと。あー外れたかな、カメラのスイッチ入れるのでテンション緩んだかも。しくったな、来ました。もう途中でねスイッチ入れるとねもうテンション抜けちゃうんでですね、今回スイッチ入れずにここまで上げました。やったー、おおブクブク夜、おーい、あ今日一郎かもしれない、これ面白かった、当たりが微妙な当たりが面白いですね。タイラバーやっていきます。日常から離れた海の上で気持ちいいですな。日頃の鬱憤も晴らせますな、職場のイライラも。タラバガニをいただきます。というわけでございまして、横になることもできる船でございました。いびき買い取ったですか？うん、全然大丈夫です。寝とったです。ちょっともう軽く寝とったですね、今ちょっと眠くなって。さあ無事帰ってきました、お疲れ様でした。お疲れ様です。イカちゃんを閉めます。うわー、だいぶ炭が出た。ちょっとぼつぼつ、こいつから下ろしていきますね、まずは。はい、ただいま。いる、うん、じゃあ、ちょっと取るだけ取ってからね。うん、はい。お父さんがいる。ガラカブがこれだけと、ここにコウイカちゃんがいます。これイカイカ、イカ。炭入ってる。きてね。きたいなくない。ガラカブの刺身にするさ。刺身？刺身にするさ。刺身にするさ。それツバメ丸船長じゃない？そうさ。その前におろしてるさ。滑るさ。あんまり魚さばくの得意じゃないさ。よし。これは魚汁？魚汁？魚汁にするさ。魚汁の方はよろしくさ。わかります。これは私が今から刺身にするさ。はい。隠して。はい、ということでございまして、えまちゃん、なんでいただきますしてないのに食べんの、あんた一人だけ、またいつもみたいにもとい、というわけでございまして、今日はね、ご近所釣り師のリンダさん、ありがとうございました。今日も乗せていただきました。リンダさんにお世話になってばっかりです。けれども、今日釣れたお料理ご紹介していきます。まずはね、ガラカブのお刺身、そして1匹だけ釣れたタチウオはこのようにお刺身になりました。一匹ゲットしたコウイカはですね、お刺身になりましたので、これをね、今からね、コウイカ丼にしていただきたいと思います。いただきます。じゃあ、それじゃあ、ね、皆さん、いただきましょう。みんなで、はい、いきますよ。さん、はい。いただきまんぼす。いただきまーす。いただきまーす。ありがとうございます、リンダさん。今日はね、緑のやつね、もうこれ、透明なんですけどね、中身は。じゃーん、欲しいのね。はい、山ちゃんはね炭酸飲みませんからね。じゃあリンダさんね、乾杯。乾杯。もう飲んじゃった。はい、いただきまーす。シワシワがベロにひっついてめっちゃ痛い。うまい。これあ、丼ぶりについてるやつ。じゃあイカ刺し丼からいきましょうか。もうイカ丼からいきましょうか。やったー、イカ食べたい。ここにね、飲みます。卵も入ってたような気がする。入ってない。切った時もね、これもビリ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 動いてましたからね。ここに置いて、そして上から醤油ぶっかけ。これこっちでもいい。これ茹でてあるけん、ちょっとわさびをねちょんちょんしてね。はい、いただきます。いただきますよ。
やば。美味しい？うまい。それは美味しいでしょう。これ道の駅のイカ丼になった。こういうイカ丼になった。うん。エミちゃんが生まれて初めてイカ刺し食べるんで、どうぞ。茹でた。茹でるバージョン。茹でたバージョン。うん、うん、うん。そう。美味しい。味わってから言おうよ。もう美味しいの。もう美味しい。グッド。美味しい。そうですね。でもちょっと硬いね。あんまつけたら辛いからちょんでいいよ。ちょん。うん、うん、そうでいい。これ何もね。どうした？うん。さっきより、ちょっと、やばい。コリコリしてない？コリコリしてない？どっちが美味しい？どっちとも美味しい。美味しい。よかったねー。じゃあ食べてみて。イカ丼にしないの？イカ丼うまいよ、やっぱ。コリコリ言ってる。そしてこちらね、魚汁。魚汁。なるみ船長の魚汁。いただきまーす。ガラカブの魚汁。ガラカブしてたわけじゃないけど。あー、だし出てる。うまい、最高。じゃあね、タチウオのお刺身もいただきます。なんか、謎。謎のもの発見した。うん。お前入れてください。うん。ん？うまい。ガラカブのお刺身もいってみましょう。これガラカブのお刺身もね。あのね、うん、これピンクいよ。うん、うまいっす。有明海の海の幸、ありがとうございます。どこ？はい、じゃあまるちゃんの分もね、ここにね、茹でたガラカブちゃんをね。マルティス、マルティス、忍びして。うん、なんだろう、なんだろう、はい、どうぞ、どうぞ、今は食べる、どうぞ、くんくんくん、くんくん、食べれるのかな、食べるのかな、舐めてる、かじってる、食べた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 、上手に食べた、食べた、食べた、上手、よかった、ほんとだ、あそこについてる、よかったね、かわいい、キモい、おいしかった、かわいい、ペロリンチョしました。はい、ごちそうさま、よくやったね、ごちそうさまでした。まるちゃん、お手点ついてる、また頑張って釣ってくるよって。右の太ももおいしかったですか？おいしかった、またね、これを、ママ、ミア、もうないです、ママミア、違う、ママミア、バイバイ、ママミア。